っぱり最初のカップルは遊園地の待ち時間で破局するっていうのをよく聞くじゃないですか。そうなの？あ、来ましたよ、選択が。うわー、これ難しいな。なんかどうする？真ん中のはちょっとあざとすぎるよね。ちょっとゆかくんをさ、うん、私の気持ちのままに攻略することは無理だと思ったわ今。デートに行くか、まあ、それとも別のキャラを出すか。いや、他のキャラクターちょっと見られるようにチャレンジしたいですよね。じゃあちょっと芸術伸ばしちゃっていいですか。わかりました、お願いします。もうあのね、写真立ての君を出会う気満々でございますけれども、これを見てほしい。なんだろう。1年 A 組は、あ、ここだ。あ、うわっ、たたた、これはごめん、怪我しなかった？フレンドですね、我らの頼れる。うん、あ、これん、名字も出るっけ。あ、鷹野。うん、このカレンの、私、あ、あれだ、来ました。見て、これよ、マリンカちゃん、花つばき家。そう、花つばき家。皆さん、花つばき家は代々こうやってね、うん、主人公と出会う運命にあるんです。そうですよ。まあ、マリンカちゃんのキャラとこのカレンがどういうね、やり取りをするのかもわかんないしね。それもそうですね、確かに花つばきとしてどういう立ち位置なのかっていうのにもよりますよね。ねえ、カレンもし出てきたら髪とか伸びてそう。よろしく。ほうで、ねえねえ、どうなるんだろう。中等組はいなかったよね。いや、もうこの喋り方大好きね、いいよね。ふーん、そっかそっか。ああ、なんでも。いいな。それより花椿さんってまさか羽ばたき師が生んだ世紀のファッションリーダー、世界の花椿五郎先生です。皆さん、はい、これもキーワード大事。ここもキーワード。うん、まあそんなとこ遠縁だけどね、カレンでいいよ。すごい、じゃあやっぱりファッションに詳しいの。まあね、お店もやってんの。はい、名刺。そう、花椿家といえばね、すごすぎるんですよ。雑貨屋、シモン、マネージャー、コーディネーター、モデル、うわー、いろいろやってるんだ。モデルはちょっとだけね。ねえねえ、それより洋服とか好きな方？お、うん、まあよかった。結構花椿家の人はグイグイ来る印象が。なんか相談あったら何でも聞いて。お店に来てくれたらサービスしちゃう。主人公のこと気にかけてくれるポジションだからね。ほんと。それからさ、あんたのことをバンビって呼んでいい？かわいい。だってそういう感じだもん。これなんていうかさ、ほらキョロンとしてて。じゃあ私が名付け親、決まりね、バンビ。うわー、いけねえ、よれだ。じゃあまたね、楽しくなりそう。チャオ。いいですね、いいですね、明るいキャラ。いやー、でも怖いよね。やめなよ、絶対。ちょっと、嘘でしょ。てますよ、新しい男。あ、これもルカくんか。やめなよ、やめなよ、男子。おー、あー、いいね。いや、どういうアングルよ。わからないけど、いいね。靴も脱げるよ。嘘。すごいね。いやー、ジャンプしてきましたよ。あのスチルさ、もう一瞬にするにはもったいないぐらいの。まばたきぐらい。いや、本当に。本当は、ちょっと足がジンジンする。ねえ。なんだか最近モテモテで。気がついたら中心かと思って早くない？入学式早々モテてますよ。いやー、やっぱ目立ちますからね、髪色とかも。あれ、ルカくんがいるよ。どこ見つかっちゃったよ。やばい、また会おう。あって、うわー、人気者だな。いいね、こういうイベントもね、ちょいちょいあるんですよ。なんかこう、学生時代とかにやってた時は、こういう人気者こそ自分のものにしたいじゃないけど。あー、確かにね。そうなのよ、なんか高嶺の花だからこそ、こうちゃんと付き合ったりとかして、
かみんなに羨ましがられたいみたいなところもあった、ね、いつも一緒にいるよねみたいなね、うんうん、言われたい。来たよマリンカちゃん。あ、写真の彼がピアノの音、放課後になると聞こえるな。行きますよ。また弾いてる、設楽先輩。来た。あ、2年のでしょ。すごい上手いよね。コンクールとかでたくさん賞取ってるんだって。1年生の間でももう噂になってる。すごい、まあ、基本噂になってますけどね。そうね、みんな目立つからね、みんなね。そうそう有名な人。いやいや、どんな人が弾いてるのかな。さあ来るよ、まゆ、目に焼き付けるのよ。来るぞ。はい、美しい。すごく真剣な顔。え、こっち見た。だった。わかりますか、このピアノの音の音で彼の怒りを表現している。来た。あ、無言ですね。あの、すみません、設楽先輩、邪魔するつもりは。お前誰。高野真由です。一年下の。知らない。ですよね。真由頑張って。真由打たれ、打たれ負けない。それで。頑張って真由。あの、いつも弾いてる曲、素敵ですね。好きなのか。はい。そう。俺は弾けば弾くほど嫌いになる。ちょっと怖そうな先輩かな。そうなんですよ。いやー、でもなんかこう音楽の話をした瞬間に少しこう表情が、まあ、確かにね、変わるのよね。そう。でも設楽先輩はピアノが好きじゃないっていうね、うんうん、なんでなのかっていうね。そう、そもそもありますから。これどうする、デートとかも行けるのかしら。でもね、今の状態でデートとかするの？デートするにはね、あの、洋服を買わないといけないんですけど、今の部屋着なの多分。そうか、今部屋着なのね、私。これで行ってみる。これで行ったらさすがに。まあでも、ルカ君ならワンチャン許してくれるもんね。そうだよ。ルカ君誘って。名前で呼び合う仲だし。ね。じゃあちょっと誘っちゃいます？誘って、了承してくれるの？わかんない。まだ、あの、普通だからね、多分。もしもし。あ、ルカ君？ルカの前だけど。どうしようか。あ、でもね、ちょっと待って。平日はバイトの可能性があるから、日曜日にしよう。ルカ君、どこが好きだと思う？まあ、リッカちゃん、じゃあちょっと選んでもらっていいですか？やっぱり最初のカップルは、うん、遊園地の待ち時間で破局するっていうのをよく聞くじゃないですか。そうなの？そうなの。最初のデートスポットにしては、うん、ちょっとハードルが高いっていうのを。確かに喋ることないしね。そうなんですよ、よく聞くんですよ。だから水族館の方がいいと思う。オッケー、うん、見てればいいもんね、水族館は。オッケー、見て歩いてればいいもんね。うん、水族館やった。おお、まゆ、羽ばたき駅ね。遅れたらごめん。そう、これね、すぐ。そんじゃ。遅れたらごめん。5月3日、羽ばたき駅。これね、すぐ忘れちゃうんだよね。じゃあ、ちょっと上げつつ。はい。忘れないように。どうしようかな。どうしようかな。ここら辺でどこか。お、なんだ？だからさ、お前ら兄弟な。出た出た。ちょっと目立ちすぎなんじゃねえかって。はいはい。あんまりでかい面してると、俺ら上が全員相手になるぜ。で、こいちゃん、まあほら、俺らにもメンツってもんがあるからさ、わかるだろ。ひるんでるって存在が。なんでひるむのに声かけて。おい、ほんと下手に出てるうちに。おや、なんだなんだ、どうしたどうした、どうした、これはちょっと、うわあ、やんのかやんねえのか。近い。ああ、ちょっとなんか男の人目線で見てるはずなのにちょっとドキッとしちゃう、この感じに。ちょっとこれ主人公ちょっとこう影から見てそうだね。確かに、うん、この鎖骨がちょっと見えちゃう感じがいいですよね。いやいやいや、
うるせえのが、てめえらがちょっかい出さなきゃこっちも手は出さねえ。それで収めろ。ほんちくんさ、このピアノはさ、ちょっと長いのがいいよね。確かに、かっこいい。首筋にこうスッと見える感じがセクシーだな。見ちゃうんだよ。ここデビューが。してねえよ。あれはいいな。話し合いだ。こういう人を振り向かせてみたいな。確かに。だから言う。こいつくんはでもなんか優しいお兄ちゃんっていう感じのね。ま、とりあえずこれで。ああいう人たちには厳しいけど、主人公には優しいですよ。優しいとこ見たいよね。うん、あれ？あの今カンペで、はいはい、盛り上がってるとこすみません、はい、もうお時間ですって。え、今からデートなんですけど。え、デートすら行けない時間になってしまったあということです。じゃあルカ君の反応だけ見てもいいですか。あ、そう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 。ジャージを着た眉をルカ君がどう思うか。そうね、まあ、それでちょっと親としてはね、今後のあれ決めなきゃいけない。確かにルカ君でいいのかっていうところですよ。あ、でもルカ君もジャージっぽいの着てる。待たせちゃった。うん、怒ってる？俺、うん、いや、怒ってないよ。行こう。あら、結構いい感触じゃないですか。そうだね、何も言わないね。穏やかな感じ。あれ、結構ダサめで言ったけど、それは許してくれる感じのタイプなの。魚は食うのも見るのも好き。よかったみたい。よかったみたい。よかった。いいわ、じゃあ、まゆるかにしなさい。よかった、よかった。今日は客も少なめだな。結構行きつけだったんですね。あ、来ましたよ。洗濯が。うわー、これ難しいな。さあ、どうする？真ん中のはちょっとあざとすぎるよね。確かにね、ちっちゃいハートがついてるからね。そうなのね。でも、うん、私の予想は何でしょうか。ルカ君はさっきお腹が空いてるみたいなことを言ってたから、はいはいはい、一番下だと思う。あの魚、美味しそう。え、俺もみたいな。いいんですかそれ。だって行きつけですよ、ルカ君の。ルカ君の行きつけ。でも、まあそうね、ご飯の話題にしてみる。じゃあちょっといいの、マリンカちゃん。いいよ、そういう反応も見てみたいもんね。お、じゃあこれでいきますよ。はい、美味しそう。シマアジ、俺は刺身で食う。お、響いてる。あ、やったー、間違えた。間違えた、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 やったやった。いやいやいや、そうなんだね。これはいいですね、幸先が。ちょっとルカ君をさ、うん、私の気持ちのままに攻略することは無理だと思ったわ、今。攻略も開かないと。お腹が空いてるとね、分かり合えるのかもしれない。そっかそっか。いや、もうだ、待って。何？朗報、朗報。コメント、コメントでカンペに、はい、盛り上がった、盛り上がった、またやろう、またシリーズ化。シリーズ化、シリーズ化したいよね。また来ていいの？もういつでも来てほしいし、我々の気持ち的にはもういつでもウェルカムって感じだよね。まず誰を落とすかから始める。いや、それなんだよね。どうする？あ、そこはまた。でもそうだ、だって3年間あるから。そうだね、1年間ではもうね、うん、なんとなくこう、まんべんなく触っていって、ね、ちょっと眉の気持ちも確かめながら。でもマリーカちゃん、1個言っていい？はい。1年ね、まんべんなく男の子と出会ってデートします。はい。2、3年目大変よ、爆弾つくから。爆弾ついてる。爆弾機能だ。そうなの。でもそれでもやる。とりあえずでもやっぱ、もしそういうのをやるってなったら、まあ、一通り皆さんには見せたい。ね、見せたいよね。確かに。もう嫉妬してる彼も見せたいし、爆弾爆発した後もちょっと見たさはあるよね。確かに。それをやらないように本来やるわけじゃないですか。そうだね、うんうん、確かに。みんなそれを避けてきてるから、そう、あえてそれをやるのもいいかもしれない。そうね、そうね、はい、はい、ということで、うん、本日は以上になります。わー、楽しかった。ありがとうございます。この動画が良かったと思う方はグッドボタン、はい、そしてチャンネル登録もお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。